素柄が最終的にここにいるのはいいんですよ。堂安との連携もしやすいし、抜けてってくれたら、それで堂安こっち使えるし、さっきみたいにこういった後、中のカバー来た時にまた抜きがうまくいってたら、決定的なチャンスになったら。なんだけど、ここにボールが行くことが重要じゃん。っていう話で、まあ、ウルガイが4411みたいな形だと思うんだよね、ベースが。ずっと見てたんだけど。で、その時に、この板倉が張って、こう、糸をこっちのスリーバー、こういう形が多いじゃん。ってなった時に、 安にさサイドバックと1対1対させたでしょこれ堂安が低い位置受けるとサイドハーフと1対1になるからここ抜いてもカバーくるし囲まれるしでもう基本ここからチャンスになるなんてほんとメッシュとかマラドーナとか全員抜けますみたいなでも今のサッカーだとそのリスクを冒すのっているっていう話になるからここで堂安受けさせたで今日のウルグアイだと大丈夫だけど相手の意識高いチームだったらここでボール受けて戻しのパスに対してみんなプレースかけて。 ボールを奪おうとしてくるからねこれ何が重要かっていうと、ボールホルダーの斜め後ろに立つっていう原則をこれ適用すると、あの、すごくボール回しがスムーズになって前進ができる。ちゃんと相手のフォワードのライン、ミッドフィルダーのライン、ディフェンスのラインを超えるっていう、一個一個超えていくっていうのはできる。どういうことかっていうと、ボールここで持ちます。で、この時に、ここに人がいないと何起きるかっていうと、こう寄せてくるときにボールホルダーの、板倉のに寄せてくるバルベルテとかの斜め後ろね。ここに人立ってると、この時にみんなさ、 相手の左サイドワークとかボランチのイメージしててほしいんだけど、バランス取るか、もしくはここを抑えに行くか、こっち気になるから抑えに行かないかっていう。こじゃな。ここに人がいないと、菅原がもう最初からここ入ってこれちゃうと、ここ寄せれるし、ここ人いないから、ここに一人ついて、このライン管詰めて,て相手、ここに人がいない分、おびき出せないから、行かないのよ、こっちに。ボールが。でもここに菅原がいると、ここの菅原が気になるから、出て、 こうなるの嫌だし、まあこうなっちゃうときもあるんだけど、当然。ここは連携してくれなかったら。もしくはこうなって菅原のところで前向けたり、さっきこの状況を使ったのは遠藤ですよね、こういう風にでこれを一回しか前半に出てないってことは別にこれ戦術じゃないんですよ。 だっとエンド基本この辺いるからね。だからこれ重要なのは最初から5イブエリア取ってフォーバックに対して数的優位使うみたいなのじゃなくて、最初は全部取んなくていいんですよ。最初はちゃんと後ろで数的優位作って、全部抑えられないみたいな形にして、そっから前に行った時に上がるのか、ずれてずれて、違うところが上がるのかっていうで。この形が一番スムーズなんだけど、ボール繋ぐんだら。 ただ、これ仕組むのってめっちゃ時間かかったりとか、選手の献身性とか、忠誠心とか必要になるの。で技術とか、あの、選手のレベルで言ったら全然できる、日本代表。でも、こ、こんなん、無理じゃん。代表だから無理って意味じゃなくて、指導者の能力的に無理でしょ、日本代表。だからそう考えたときに、じゃあどうするってなると、まあ、菅原がこう上がってって、えー、道安が中入って、で、まあ、鎌田はこっちで、で、三笘張ってみたいな感じになると、ダブルボランチが、相手のプレスの、に受ける、あの、ディフェンス陣の後ろにこう細かく立ってあげて、 それによって、例えばこっちに寄ってる、こうやって全部こう、マーク来たから逆サイド振って、その時に板倉を運ぶってなると、さっき言ったような状況になるから、サイドバックがこう、緻密にさ、内外、内外取って、内外ってか、3バックの一角と、えー、中盤入ってみたら、こんな形やるよりは、もう3バックはこの3人、菅原は上がっていいよ。代わりにダブルボーナンチは常に相手の後ろに立って、ディフェンスラインからのパスが前線に行くようにしようね、みたいな。こういうのを、 うん。あの、ちゃんと決めないと。で、あとはサイドでハマった時にキーパーが後ろを作るとか、ディフェンスラインの選手が後ろを作って、ここは間開いた時に中盤は降りていいとか、最低限の原則作んないとビルドアップってできないから、気持ちでやるもんじゃないんですよ、ビルドアップって。技術とフィジカルと知性でやるもんだから。気持ちっていうのはもうサッカーやる上で全部の大前提だからね。でもなんか気持ちとか理想だけでやってるから、まあ、うん。みんなが見たいようなとか、チャンスをボール繋いでたくさん作るようなサッカーをするための修正っていうのは現状の日本代表には無理ですね。 っていうかもうずっと無理だと思う。森保さんが監督の質がうちっていうか、田島さんが会長のうちは無理だと思うそういう人材も育成しないし、こういうことできる監督っていうのはお金かかりますから、頭いい人だから、頭良くて人間としてもね、人がついていきたい人だから、そんな人はサッカー界に来ないんで。だから、あの、ほんとオールスターゲームだと思って、まあ、僕もそういう風に楽しみをしてますけど、遠藤渡のプレイいいねとか、同案いい守備してるねとか、そういう楽しみ方をした方がいいと思います。今のサッカーやってるのは近いので言うとアーセナルとかシティとか、あとあの、 後ろの人選がおかしくない時のブライトンとか、あ,ーあとナーゲルスマンのバイルもやってる時あるかな。シャベアロンソのレバークーゼン。あとコンパニーのバンリーは一番やってますね。両サイドバック低い位置で張るようになったね。より一層ハマりやすくなったけどね。サイドにボールつけらんないからサイドバック開こうとかになったのかな。やだね。やだね。<laughs> 両サイドバックが高い位置取るようになって、後ろはね、後ろの人数がスカルになって普通に回らなくなるか、両サイドバック共に下がってプレスのはめどころ作られるかっていう。 普通に3バック化して、3バックのパス回し早くして、両ウィングでフリーになっているところ。右菅原を晴らしてるのは菅原でもいいけど、右は菅原とドアのコンビネーションで崩す、左は三笘を内側ランニングしてサポートするか、完全に開けてやらせるかっていう。めっちゃシンプルにした方がいいと思うんですよ。いろいろやりたくて結果何もできてないってなってますね、日本は。伊藤博之の役割は旗手がやる、ね、なんか得意、得意そうなことやってますけど。 僕ならハーフタイムの修正ってよく聞かれるんだけどな、それ。だから、どこまでやっていいかだけど、全部変えますけどね。<laughs> でも、ハーフタイムに、いきなり僕が森安さんにね、ダイブするわけでしょ。この状況なんなんだって思うんですけど。普通にあれですかね。今のメンツだと、伊藤淳也は右ウィング入れて、堂案をトップにするかトップ下にしますね。で3バック固定化して、あの両サイドの突破力生かそうというか、早く揺さぶって。 で伊藤と三苫で仕掛けさせんだけど、トップはカマにして、鎌田が降りてきて、トップ下でボールを受けて、入れ替わるように堂安に出てって、みたいな話します。こんな話でも意味ないで、<laughs> 分かってるんだけど、まあ、聞いてくれた、ね、この視聴者の方へのサービスだと思って話してるんで、前半と後半違いでね、ここでボール持たせてなかったのがなんなん、どういう理由か分かんないけど、ここでボール持つようになって、あと、ここに人が立つのが遠くなったり遅くなったりして、結果、プレスがかかりやすくなったり。 前に切るしかなかったから。前にボール運んだ後はウィングにボールつけれてたけど、それがもう本当技術任せだったり、パスコースない状態で選手たちの質に任せてるから、それがね、前半より悪くなったからさ、その辺はリズムの修正しないで、まあ選手を任した結果、まあここの判断で、まあ選手が考えたことが悪い方に行っちゃったって感じですね。あとは守備でプレスの連動とかもね、この低い位置の選手を2トップでどっちか押さえてどっちか出るみたいな。両方出てくときは後ろの連動ないみたいなになってるから、まあ簡単に逃げられるようになってた。 だから相手からボールを奪う回数を増やすのと、自分たちがボール前に運べる回数を増やすっていうところの施策は、まあ、5年目も見られないですね。<laughs> 5年目も継続って感じでね。地獄継続って。苦痛続投、えー。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。はい、ではソクトでした。バイバイ。